そうしましたら今日はこちらです。これなんだっていうもんですけれども、AD テクノの USC006 っていうスケーリングコンバーターになります。ここに書いてありますね。ビデオ YPBPR to HDMI スケーリングコンバーター。実はね、これ、近くのリサイクルショップの、要はなんかジャンク品コーナーじゃないですけど、なんかようわからんものが、コンテナにぶっ込まれて売ってるような場所があるんですけれど、まあそういったところに、この本体と、あと、これ専用の、電源アダプターと、まあパッケージでちゃんとビニール袋に入って、奥の方に眠ってたのを見つけたんですね、たまたま。もう輝いて見えましたね。この名前見て。スケーリングコンバーター。これいけんじゃないかと。で、何に使うかと言いますと、この前 PSP5 をクレードル使ってテレビに出力しましたが、その時に黒枠が出てましたよね。あの黒枠どうしても消したくて、いろいろ探した結果、なんかワイドでポータルとか、専用でそういう商品は出てたみたいなんですけれども、結構、値段が高いのと、まあ出回ってもなくて、メルカリとかヤフオクとかで買うことになるんですかね。まあ物もないし、あっても高いし、っていうのでちょっと、候補から避けていて、なんか都合のいいものがあったら、まあちょっと試せばいいかなぐらいに思ってました。そんな中ですね、リサイクルショップでこいつ、これが1000円で売ってたんですよ。これドンピシャかなと。いけるかいけないかちょっとわからなかったんですが、これもちょっとね、買ってすぐ家に持って帰って試してます。で、バッチリいけました。解決できました。なんでちょっとね、この辺ちょっと、マグネット貼ったりしてるんですよ。ちょっと机に固定するのに、磁石でバンってつけた方が収まりが良かったんで、ちょっとね、本当はここメーハンが貼ってあるんですけど、ちょっとメーハンが、ちょっとビリビリめくれないように、ちょっとセロハン貼って、その上に両面テープ付きのマグネットをカットして貼り付けてます。はい。これね、なんかビッグカメラとか、モノタロウとかも一時期売ってたみたいなんですよ。定価で3万円ぐらいする代物だそうです。それが1000円です。で、しかもちゃんと使えたんですよね。いろいろ機能があります。で、ちょっとこの映像関係ってよくわかんないんですよ。結局何をどうしたらあの黒枠がなくなるのかってちょっとよくわかんなくて、まあいろいろ調べた結果、解像度うんぬんではなくて、ズームアップ、ズームダウン、そういった機能がないとダメなのかな、ということが分かりました。で、こいつはそいつが、まあ、こいつで、そういったズームができるのかっていうのもちょっとよく分からなかったんですよ。これがそうなのかな、っていうぐらいで。ただまあ、1000円なんで、で、これもともとすごい高いものだったんで、うん、ちょっと一回試す分にはいいかな、と思って、購入をしました。で、いろいろとね、取説も、ホームページ上に、アップロードされてまして、ちょっとこうやって見ていきます。こんな感じですね。はい、こんな感じです。こうかな。USC006 とはって書いてあるんですよ。なんかいろいろ、あたらこうたら書いてあります。ね。機能として、ノイズリダクション機能や映像の上下左右反転表示、表示位置の調整、オーバー、アンダースキャンの調整、これがアップダウンなんじゃないかと私は睨んで購入しました。で、あとはアスペクト比の変更、輝度コントラスト色合い、サイドでいいのかなの調整がですね、いろいろできるそうです。まあもともと付属品はね、リモコンとかもあったみたいなんですけど、ブラケット固定用の、まあ、そういうのはちょっとなかったです。今回セットで売ってたのは本体とアダプターでした。で、こんな感じになってるんですね。この、ちょっと、この S とか、SPDIF とかなんかようわかりません。まあ一応、本体にこなして操作部がついてますよ、ということです。で、これ、映像とか、音声の入力の端子部分ですね。こんな感じになってます。リモコンはありません。で、こんな感じで、まあ接続しますよ、と。まあこんなのを読み持ってやってったわけです。で、こんな感じで。本体にボタンがついてるので、接続した後にボタンを操作して、画面にこういうメニューが表示されます。で、その中でこんなして、いろいろ項目があって、なんか解像度とかもこんなして、いろいろ設定できるそうです。コントラストとか、画面の明るさとか。ね、あと画面の位置。やっぱりこれですね。私がちょっと注目してるの。こいつ。アジャストメント、アンダーオーバースキャン。これはね、
ズームダウンマイナス 50% からズームアップ 50% までできると。素晴らしいですね。欲しい機能です、まさに。で、アスペクト比は16対9、4対3が選べます。で、なんか反転とかも上下反転、左右反転とかもできて、まあ、こんなのいらないかもしれないです。一応まあそんなのができると。で、表示位置もね、ちょっと微調整できるみたいなんですよ。左右上下に画面もこなしてウェーって動かしたりできるそうです。素晴らしいですね。はい。まあ、これがなんか入力対応の解像度一覧です。はい、こんな感じですね。はい。完璧な代物。まさにこいつを探してたんじゃないかっていう。これが欲しい。それが全て詰まった製品じゃないかと思います。まあ実際ね、ちゃんと使えたんで、それをちょっと、設置状況を含めて、ご説明していきたいと思います。では、いきます。はい。そしたら、設置をしていくわけですけれども、まあ、こいつの、電源ですね。ここに電源の端子があります。これね、DC5V、仕様が電源仕様は DC5V、2A の、アダプターになってましたので、それに、対応できる、まあ、USB アダプターがあれば、まあ、それで代用してもいいのかなと思います。今回専用の、電源が、ついてましたので、まあ、それをそのまま使ってます。まあ、専用の電源にはね、このロックの機能もついてます。はい。電源を差し込みます。で、ロックすると。今、電源ランプつきましたね。今、ここにインジケーターがあるんですけれども。今はこの赤がパワーのランプですね。ちょっとわかりづらいですけど、今赤だけ点灯してます。これはパワーランプです。で、下のグリーンのランプ、これ今消灯してる状態なんですけど、これが、まあ、シグナルの、ランプになります。で、横にあるのがディップスイッチですね。ディップスイッチ、通常使うときは、オフ、下に1っていう数字が入ってるんですけど、オフで使ってくださいとなっています。はい。で、このクレードルから出ている、まあ、この前、動画でも、説明しましたけれど、オーディオと映像出力の端子が出ているので、それを、ま、ここに接続していくというわけです。ちゃんと色もね、グリーン、ブルー、レッド、まあ、オーディオの方でも、レッドとホワイトってなっているので、まあ、間違えることはないかなと思います。よいしょ。このね、赤だけ映像と音楽を被ってるんでね、間違えやすいかもしれないですけど。はい。こんな感じですね。接続ができました。で、一応クレードルから、こいつまで、端子で、接続された状態です。で、ここから出る、映像の出力、HDMI になりますので、まあ、ここから、モニターに HDMI ケーブルで接続していきます。はい。もうすでに設置は済んでいるので、この HDMI ケーブルが、モニターに、ちょっと今見切れてますけどね、後で表示します。まあ、このケーブルがモニターにも接続されている状態ですので、まあ、これと本体をつなぎます。はい。こういう状態ですね。はい。で、あとちょっともうこれ邪魔なんで収めていきます。で、まあ、私このマグネット貼ってるのが、ここが鉄なんで、ここに貼り付けると、ちょうど都合いいんですよ、こんなし。邪魔にならないんで。で、ちょっと画面の、アップダウンとか、スケール調整したいときは、ここ触りたいっていうのもあったんで、まあ、この辺に貼り付けとくのが一番、せはないかなと思って、こいつにマグネット貼り付けて、デスクにベランと置いてます。はい。まあ、設置はもうこれで終わりです。あとはもう、電源、モニターと、PSP5、電源を入れて、まあ、モニターに出力をさせて、画面の調整をするといった感じになります。はい、そしたら、セッティングの方が済みましたので、実際にモニターに映像を出力して、ちょっと画面の、設定なんかをできればなと思います。では、やっていきます。まず、PSP5 の電源を入れて、映像を、出力させます。ちょっと PSP5 の起動遅いですよね。これなんかメモリーカードの読み込みなのかなと思ってます。ちょっと容量上げたんでね。はい。長押し。はい。モニターに映像の方が出力されましたね。ちょっと今時計になっちゃってます。まあ、相変わらずですけども、この状態でもちゃんと PS ボタンコントローラーを押してあげると時計モードは解除されて、こんなして。操作できてます。よかったです、これも。はい。そしたらば、このメニュー画面の時は問題ないんですよね、実際。ちゃんと表示はされてます。
ただ、あの、ゲームやってる時ですよね。その時に、黒枠が出てたんですよ。ちょいと、適当なもの。そしたら、まあ、同じく、魔界村、やっていきます。もうこの時点で、黒枠今見えましたね。はい。ほとんど周りが黒なんで、この時点ではね。あの、どこが黒枠か分かんなくなっちゃってますけども。はい、ちゃんとメモリースティックも読み込みできてます。はい。ちょっと、大丈夫かな？こうしておきましょうかね。はい。今、かなり、黒枠が、はっきり見えますよね。こいつを消したいと。あの、通常だとこんな感じになっちゃうんですよ。なんか、PSP GO の出力がもうそうなっちゃってるみたいですね。なんかこの、黒枠ありきで出力してるみたいですね。よくわかんないですけど。なので、まあ、どうしようもないというか、もうテレビ側でズームするのか、このクレードルとモニターの間になんかそのワイドレポーターみたいなのかまして、ズームアップさせるのかしか、まあ対処する手がないみたいですね。まあ今回はそのワイドレポーターではなくて、このコンバーターを使うわけですけれども、ちょっと、手前に出せりゃよかったですね、説明するのに。ちょっとまあこの横にボタンがあるんで、それ操作していきます。メニュー。わかりますかね？ここにメニューが表示されました。まあ、いろいろここでアップダウンってあるんで、こんなして選択できるんですね。で、解像度。なんか、ここでこんなして設定できます。今、ここに出てるんですけどね。アウトプットモード。で、これイメージっていうところは、まあ、明るさとか、コントラストとかですね。シャープネスとか、そういった、まあ、色合いとか、表示のこの細かさみたいなのをちょっとこれで変更できるそうです。で、アジャストメント。これですね。で、ここ、今グリーン出てます。アンダーオーバースキャンってあるんですけれど、これを選択します。今、ここ、オフって出てますね。こんなして、今、マイナス側に振ってます。今、ダウンスキャンの状態ですね。マイナス 17%、18%。これ最大でマイナス 50% まで、設定ができるそうなので、ずーっとボタンを押し続けてると、こんなしどんどん画面がちっちゃくなってきます。これが、ミニマムですね。だいぶ画面がちっちゃくなりました。はい、今度、アップスキャン。画面を大きくしていきます。だいたいね、これ、何パーセントぐらいがいいかなって一回試したときに、だいたい 30% ぐらい上げると、私のモニターだとちょうどいいぐらいに表示されました。はい、こんなして。これがオフの状態ですね。あ、これがオフの状態ですね。拡大縮小なし。で、こっから画面を大きくしていきます。完璧ですよね。これが欲しかったんだっていう機能、まさにその通り。これ 30% です。もうちょっと大きくてもいいのかな？ほんのちょっとだけ枠残ってますね。これ 35%。上だけまあちょっと残っちゃってますけど、横はぴったし収まりました。こんな感じです。いいっすよね。もともとあったのと全然違う。これくらいあれば完璧じゃないですか？だいぶ見やすくなりましたよ。これでやりたかったんですよ、こういうことが。しかも格安でこいつでできたんで、すごい満足してます。いいっすね。まあこういうことです。やりたいことはできました。これもうちょっと拡大させていくと、もう正直でかすぎるんじゃないのかな。とりあえず 50% まで上げてみましょうかね。はい、これが最大です。もう最大だともうちょっと見切れちゃいますよね。これが 50%。
ぱり 35% ぐらいがいいのかな。あ、 36% ぐらいがちょうど良さそうです。これぐらいがなんかいい感じですね。はい、一応ちょっと操作するところだけアップで、映してみたいと思います。はい、見えますかね。ちょっと拡大してみました。で、今コンバーターの本体のボタンで、操作してます。こんな感じです。メニュー通すとこんなメニューが出てきます。ちょっと全部英語ですけどね。取扱説明書がちゃんとホームページ上にアップロードされていて、それはちゃんと日本語で書いてあるんで、それ見ながら、やれば、いろいろと設定が迷わずにできると思います。同じ解像度もなんかいっぱい設定できるみたいですよ。なんかあんまり変なのに設定してしまうと、ちょっとね、見切れてちょっとこのメニュー画面が出てこなくなっても嫌なんで、とりあえず私はもうこのオートで、使ってます。アウトプットモードってなんかこの人なんか選べるみたいなんですけど、ようわかりません、どれがいいのか。こんなのもなんかようわからない。うん、こんなしてね。まあ、比較的操作は簡単ですね。こんなして、シャープネスとかも、こんなして、調節できるようになってます。カラートーンとか、スキン、グリーン。何が変わったのかよくわかりませんが、コントラストとか、ね。上げたり下げたりっていうので、まあ、できるそうですよ。もうほとんど、デフォルトのまんまで私は使っちゃってますけど、特に今不満がないというか。で、これは、比率ですね。4対3にしたり、16対9にしたり。今、PSP5 の方は16対9で出力するように設定してるんで、まあ、それに合わせてます。で、これなんかミラー。上下反転のミラー。どういう時に使うのかよくわかりませんが、今これ画面が反転してます。まあ、こんなんが簡単にできますね。で、これ左右反転。これも上下反転っぽいな。これは？あ、あれですね。この人、画面を右左に移動させてる。まあ、ちょっと画面をこ左に寄せたり右に寄せたりっていうのが、できるみたいです。なんかこの辺ももうようわかりません。まあ、工場リセットボタンとかファームウェアのバージョンを確認したりっていうのができるみたいですね。で、まあ、今実際入力されてる信号の状態、何で入力されてるかっていうのが確認できるそうです。まあ、これで見てわかったんですけどね、なんかこの 480p60 これがクレードルから、出力されてるそうなので、まあ、クロワクはどうしようもないのかなと。まあ、その結果、ズームアップするしかなくなったっていう感じですね。はい。まあ、こんな感じです。まあね、結構サイズ的にはね、PSP5 と同じか、まあ、ちょっと大きいぐらいなのかなっていう感じですけど、まあ、そんな邪魔にならないサイズなんで、すごく、いい買い物ができたなと。思います。なんかこれあったら別にいろんな機械にも対応できるんで、ワイドレポーターとかだとズームアップの比率とか何パーセントってもう決まっちゃってますよね。ただこいつだと何パーセントまでズームアップ、何パーセントまでズームダウンっていう細かい設定までこれ1台で済んじゃうんで、これはねめちゃくちゃいい買い物したと思います。定価3万ですからね。状態もいいですよ。すごく傷もなくて綺麗だったんで、うん、よかったですね。ただまあこんなの見る人が見たら何この変な箱みたいな、何使うねんみたいな、そんな感じのもんですよね。はい、というわけでこんな簡単にコンバーター、まさに探してた機能が詰まってるコンバーターが見つかるとは思ってなかったんで、いい買い物ができたと思いますね。はい。今日は以上になります。ありがとうございました。